ライビーフ、あ、サラダ、最初に届いた？やった、26話だった。うわ、ドキドキですね。私が一番ドキドキです。26とか。やばそう。シーフードのライスって癖になる。おいちおいち。なら感染者数も増えてきてますしね。うん。26めっちゃ久しぶり。この前のさ、初夏で臭いものが最後かなと思ってたからさ。びっくりしてます。モノマネ何しするでしょう。今日も空き時間練習してました。んおいしい。臭いもの好きな人多くて嬉しい。これね、このねライスにね、ちっちゃいエビさんがいっぱい入ってるんですよ。それが美味しい。エビ大好き。タルタルも大好き。正義。エビフライも大好き。タルタルも大好き。よいしょ。エビフライ好きすぎてエビフライのスタンプ持ってます私。エビフライとパンの食パンのスタンプ持ってます。昼のヘアはパピヨンっていうらしいです。昔先輩方がいっぱいやってた髪型ってちさんが教えてくれました。エビフライのスタンプ好きなね、アートの方がいて、その方が出してるスタンプなんですよ。エビフラはないみたいな。アニャのスタンプも持ってるよ。おいしい、おいしい。帰ってうなぎ持ってんのに食べちゃった。明日にしようかな、うなぎ。大人パンで埋まってぜひ真似してください。恥ずかしかった。うん、エビお目目ついてたかな。もうレアの牛の日でもさ、毎回うなぎ食べ、毎回っていうかさ、勝負の時のうなぎ食べてる人からするとさ、そういう時うなぎ高くなるイメージ。しっかり3食食べたな。焼き鳥いいですね。焼き鳥美味しいとこ教えてほしい。分からへん。やっぱさ、シーフードのご飯はなんかお魚の出汁が、なんかお魚の出汁って黒くないじゃないですか。油っぽくもないし、さっぱりしてるから、それがめっちゃいい。塩気もあってより。鶏気とか、うんうん、
味の量良かった。嬉しいです。あ、ウィンクのご飯美味しかったですよ。めっちゃヘルシー。結構スパイスも効いてるからチキンとかには。でも高級なアボカド厳選して料理作られてるみたいで、本当にアボカド、私刺身醤油で食べるアボカドが一番好きなんですけど、めっちゃ美味しい。アボカドっていろんな料理に合うねんなって改めて思いました。行ってみてね。あれは M で HKT さんのやつ出させていただいた時にめっちゃ空き時間があったんですよ。4時間5時間くらいで空き時間あって、何するってなって、でご飯一緒に食べに行ってくれる人って M のみんなに呼びかけたらまさにウィンクのチーム M のメンバーがこうやってやりたからじゃあそれで行こうって言っていきました。平和ですね。みんなでプリクラ撮っちゃったり、あと何したっけな、みんなで ATM 行ったな にゃんことレナだもんね。なかなか一緒にはなれへんけど仕事とかで。安心しますね。なんかアボカドの飯行った時もみんな、いや取らんでいいの、取らんでいいの、もう食べていい、もういいみたいな、ちゃんと一回待ってくれるんですよ。で料理全部揃って帰りする取るのとか言ってくれてめっちゃみんなあれです、私のに貢献してくれます。ゆえなのジレンマ好き、嬉しい。今日先生に表情褒められました。ジレンマなんか表情がすごいコロコロ変わるって。そう、お店はゆえなチョイスです。チキンのお店とアボカドのお店2つあって、どっちにするって言ったんですけど、まあみんななんかなんかダイエットしてる子もいるかなと思ってアボカドのお店にしました。1人2000円ぐらいやったかな、意外とそんなかからんかった気がする。うん、今日のジェムは特に好きだった。今日はね、何考えながらやったっけな、なんかいつも設定決めてやるんですよジェムは。なんやろ、過去の辛かった恋愛か、それにもう克服してそれがいい思い出として歌ってる女の子、どっち、なんかね、それによって表情変えてるんですよね。なんかもう吹っ切れてるっていうか、いい思い出やったなって思ってる子か、まだ後悔してたり、なんか鳥に引きずってる、なんか感じ。なんか「とわはあまりに長い痛み」とかもなんかちょっと痛いけど、もうなんかいい思い出やったなってなってるみたいな、なんかちょっと。いろんな感じで思い出に浸りながら歌ったりします。N 公演は大人化計画をやる予定ですよ、ちゃんと。なんか優しい表情っていうか笑ってる表情の時とかはなんかその時の思い出に
浸ってるか、その時を逆にその時を演じてるみたいな感じでやってます。なんかその時に戻ってフラッシュバックしちゃう感じなんか難しいけど、なんかそうやってやった方が歌いやすい。ジレンマの歌詞めっちゃ好きで、プライベートもめっちゃ聴いてます。なんか好きっていうか気持ち乗せやすいです、あの歌。なんか失恋ソングでも明るかったらなんか気持ちが乗りにくいかったりするんですけど、あれはメロディーもすごくいいし大好きです。最初めっちゃ苦手やんな。最初苦手やったけど、臭いものだらけも苦手やったけど、ファンの皆さんが好きって言ってくれるようになってからなんかもっと頑張らなきゃって思うようになりました。表情言われるとね。うん、ユロキューラーメン食べてきた。いいね。ラムネーズン買って食べてダメですよ。最近狙ってる服が、服ではないけどチコのフーズチコっていうブランドが好きなんですよ。チコの裸足で履ける白いサンダルが出たんですよ。買いに行きたいなって。めっちゃかな。あと こういうシャツ、ちょっとミニ丈の短い T シャツとか狙ってます。チコの全部チコで揃えようかと思ってます最近は。ごめんね、前田玲子ちゃんがちょっと通ったもんで。おすすめの服のブランドはチコかナイクラが好きですね。あとはなんかストリート系のコーデも好きなんですけど、なんかスポーティー系でもスポーティーになりすぎたくなくて、私はちょっと甘めのスポーティーがよくて、そういう色味があるのがナイクラとかチコのイメージ。でも安いのはグレールグレールマジで安い。あとはちょっとお姉さんっぽい服着たいときはちょっとお金も奮発してジルスチュアートとか買います。ジルはでも高くてなかなか手出せません。ごちそうさまでした。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、何が始まった。出演料1秒につき500円。マジマジ、やめてやめて、どうしようどうしよう。今何秒ですか。今1分。絶対だってない。何食べてるんですか。え、愛しの赤ポンがイーランのために買ってきてくれたカヌレ。みんなのためです。違う、みんなのため。二人チーム M 大好きって言ってた。全然でも美味しかったですよね。そこめっちゃうまかった、うん。え、いいな、デコ出し。ほんまですか。でもレーザーのデコ出しも好きですよ。やめてください。この前褒めましたよね。え、この前も言ってくれたん。え、この前これ好きって言ったじゃないですか。そう。覚えてないんですけど、どうしよう。どうしよう。いいなって可愛いよな。思ってます。え、ほんまに思ってるって。ですって。嬉しいです。
え、あのほんまにあの大人っぽい方のギャグいいと思う。これからマジやっていきこれかそっちの方が受けますかね、うん、分かりました。これが大人っぽいギャグします、うん、いいなDMM で絶対確認してな。うん、何よ、大人っぽいでグマッチョ。ああ、今日ギャグしてくれたから。そうそう、本当だ、ごめん。ちょっとマイクスタンドの調子が落ちてた。次のスタンバイね。次のスタンバイ。これ自分で持ってきたの？違うんですよ。ここにあるんですよ。すごい。一番グラグラしなくていいんですけど、全然入らないんですよ。え、これ絶対蓋外さないと。めんどくさ。蓋。どこの？スマホケースのことレンさん蓋と言えない。お疲れ様でした。はい、あ、ガオプリメ確かに1年ありがとうございます。あ、アイスがちょうど溶けました。皆さん何味なんでしょうか。これはいただきます。ポンさん買ってきてくれました、ありがとう。あ、すごい、うん、チョコやコーヒー、カフェオレみたいな味する。カフェモカに、あ、ココアかな、ココアぐらい甘いかも。でチョコチップも入ってる、これ、うん、カフェモカすごい美味しい。うわー、おしみる。ジャマイカ、うん、でもナッツ見当たらへんけど、ジャマイカってナッツ入ってるんですかね。あー、ラビュー。チョコチップ入ってる。じゃあ練習して帰ろうかな、迷うな。一応ね、ガガまでは、ね、覚えやったんですよ、立ち位置でね、夢中人まで振り起こしたんですよ。美味しすぎる。今日土曜ダメを見てくださいましたか。見逃した方は TVer で見てください。強制です。え、でも今日小江戸不動産と喫茶ですよね。あれ、じゃあ CM か。日本撮ってるから小江戸不動産と CM もありました。おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。うん、 TVer で見てください。すごいわ、ぬや、ほうや、うまいですよね、いつも感動しちゃう。最後見るのめっちゃ楽しみ。そういうことかってなる。すごいわ、いいですから皆さん。すごかったな、めっちゃ覚えてる。でかかったです、めっちゃ。VTR しか見てないけど。ホワイトモカめっちゃ好きですよ。なんかホワイトモカで低カロリーで飲めるホワイトモカ探したいんですよね。豆乳に変えればいいかな。今日はリールあげたいなと思ってます。ホワイトモカのおすすめのカスタバ、無脂肪乳に変える。ねえ、チック692。でもこの前見たやつチックもすごかったな。うん、何グラム入っか。いつまででしたっけ、うん、しっかりこの何ぐらいつまでやったっけ。カキラーメン行ってくださいましたか。美味しくですよね、あそこ。なんか雰囲気もすごいいいからめっちゃいいと思います。もぐ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 
分折れそう。何分までやろう。アイス食べ終わったらかな。もうそろそろランキングもかな。こんばんは。7月中までマジ31ってことですか。お疲れ様です。次の N の時にします。何グラム終わってから。え、結構そんな感じやったんや。昨日見たばっかやねんな。あー取れへん。うん、うん、です。カフェモカのアイス食べてます。ジャマイカのなんかモカバージョンらしいです。塊イーブンの方か。よし、ではランキング見ます。13位サムさん、12位アサマックさん、11位マコちゃん、10位がコジ、9位がレックスハリさん、8位がミーチャソ、7位が水野のおっちゃん、6位がハマノン、5位がダイちゃん、4位がヒデくん、3位がガンスン、2位がシロ、そして1位がマグマグでした。皆さんありがとうございます。ということで、見てくださりありがとうございました。1位はマグマグでした。では、26日に何ぐらいしたいと思います。また会う日まで、バイバーイありがとうございました。見てくださって。